岩渕大殿は日本の宗教哲学者、司会士、科学者、数理学等を研究した宗教哲学者、日本学術会議名誉会員となり、有機集合論によりなる人間精神の解明にあたり、人体姿勢整理と精神関係における研究を進め、人体三角原理を発見したとされる。多くの有識者等に影響を与え、 二十数回に及ぶ発表講演は昭和天皇への午前講義の運びの段となった。日本国内初の司会司会を創立、日本初の小学校医となる。司会医療医療経済論理士司会 c 事倫理及び医療経済、岩渕夫の著場演者昭和5年人体三角の発見とその喜び。これは日本の科学者が発見。 岩渕夫の著言級社昭和15年司会時、法制学体系論教都市、教著品野の国、相田等と、田沢新明志公正座、科学前方法学講義録室の哲学構成時報出版監修構成省、構成医学の一課としての人体、三角原理日本医学及び司会学体系に関する、新論人体三角原理について、 人体三角原理と私の明らかく感想完成。死後脳心理学4.5。立心理学因果解析学王との哲学。岩淵式健康法日本天皇に捧ぐ。科学論文日本天皇論日本天皇の行方訂正への復帰を否定する。その他、各種論文。ありがとうございます。